こんにちは、敷町恵子です。4月6日に脳性麻痺のバイオリニストを育てて、ハフコで奏でた希望の音色が出版されます。4月11日にメジャーデビューする僕のこと、ね、この敷町瑞稀のことが赤裸々に書かれております。障害、いじめ、命の大切さ、21年間息子を育てた思いが詰まっております。ぜひ読んでみてください。全部でですね、22話、1話が5分なので約110分でね、僕の全てが分かります。ぜひね、お母ちゃんのためにもぜひね、買ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。